みなさんこんばんは、イコールラムです。はい、花ちゃんこと大場花です。みりにゃこと大谷えみりです。しょくこと時脇翔子です。はい、始まりました。はい、今日の進行は私が進行をお届けいたします。大丈夫ですか？はい、あの今日はですね、はい、あまり気負わずこの2人に助けてもらうことを前提として頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。ご丁寧ですね。はい、はい、では始めましょう。はい、せーの、イコタイム。ぽよん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 。イエイ、本日は第8回イコタイムをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。この配信は私たちイコールラブが明るく元気にトークやいろんな企画に挑戦する憩いの時間、イコタイムです。うん、ショールームで最も愛される配信になることを目指しているので、うん、たくさんコメントして配信に参加してくれたら嬉しいです。はい、嬉しいです。ランキングをじゃあね、確認していきますか。5位から。はい、ごめんなさい、私ちょっとテンパっております。大丈夫です、落ち着いていきましょう。じゃあどなたか読んでいただいて、じゃあ5位からいきますか。お願いします。5位がこちらは、ポチポチポチっとな、みんなぴょんぴょんしてるね。あ、秋男さん、秋男さん、ありがとうございます。続いて4位が山さん、山さん、ありがとうございます。次が3位が TK さん、TK さん、TK さん、ありがとうございます。次が2位カープさん、カープさん、ありがとうございます。1位が山さん、あれ、ダブル山さん、ダブル山さん、漢字の山さん、あ、本当だ。山さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、うん、じゃあですね、に次は、うん、画面下にあるツイッターマークをクリックすると、うん、この配信の宣伝をツイッター上に拡散できるので、うん、ご協力お願いします。お願いします。ちなみにこの鳥マークが色がついてる人は、うん、ツイッターで拡散してくれた人です。あら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと名前を、誰がついてる、どなたか呼んでいきます。誰がついてる、トロリンしました。だってありがとうございます。宣伝しました。したよ、したよ、した、もうした、わーい、たくさんしたよ、わーい、やったね。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなしてくれてる、ありがとうございます。逆にしてない人も見えてますので、見えてるよ、見えてるよ。はい、皆さんしてください。はい、お願いします。ではここで拡散タイムです。はい、この配信を一人でも多くの人に見てもらうために、うん、今からツイッターで告知ツイートをするのでリツイートお願いします。お願いします。はい、じゃあ社名を取りましょうか。何する、何する、これにしようか。はい、お願いします。はい、じゃあ拡散、顔が揺れてる、結構揺れがちじゃない。花ちゃんめっちゃ揺れる。さあ、自撮りの時も揺れることが多い。揺れてるよって言って、じゃあ止めるねって言っても揺れる、揺れてるの。なんか意識してないんだけど揺れてて、今画面見たら揺れてた。まあでもそういうところもね、可愛いと思いました。はい、ありがとうございます。それでは今日の企画に行く前に、うん、まず先週の3人から私たちへのお願いを聞くお願いタイムをやりたいと思います。先週の3人からのお願いは何ですか？コメントで教えてください。皆さん何ですか？はい、お願いします。あれ、コメントは何だっけ？覚えてない。あ、辛いものでロシアンルーレット。辛いものロシアンルーレット。なるほど、ロシアンルーレット。何、ええ、辛いやつ。うわ、あ、やっぱり何が入ってるの？なるほどね。あ、切れました。小さめのシュークリーム、シュークリームですね。え、じゃあ、か、からしが入ってるんですね。あら、やだ。しかもなんか今日のからしはとてもいい、ね、北海道産のいいからしだそうなので、ね、じゃあ美味しいのかな。まあ、きっといいからしってさ、あんま辛くないとかない？え、いいからしほど辛いんじゃない？わかんない。でもちょっとやっていきますか。じゃあ、はい、辛いもの食べた時のリアクション。じゃあ全員辛い、全員辛い。先に投票。うん、1個だけ入ってるということで。なるほど。じゃあ先に投票スタートしてから、私たちが食べてリアクション取って誰かなみたいな。ああ、そういうことね。みんなに当ててもらう感じね、うんうん、はい、じゃあやりますか。みんな辛いのだよね。
食べたら投票した。どれがいい？選んでください。じゃあこれ。なんか私嫌な予感する。いいよ。いいよ。なんかね、形がいびつなんだよね。私もすごいそんな気が、ね、思ったよね。でもごめんね、なんかそうだったら。じゃあいただきますか、ね、みんなで。せーの、いただきます。ヘヨグリや。ああ、そう。もう。誰？ミリニャじゃない？あ、ミリニャ？あ、私？はい、じゃあ、一番ってどっちだろうね。どっちだろうね。まあ、でも、半分ずつですね。私となはい、じゃあ、辛子を食べたのは誰かな？手挙げてください。はい。だろうな、たまに。だってさ、最初で一緒の時だ。でもね、美味しかったよ。美味しかった。なんか明太子みたいな感じで。嘘。マイルドになってんのクリームと。でもね、そう私クリームの方が苦手かもしれない。嘘、うん。じゃあ当たり良かったんだね。あえての当たりからしの方が好きだった。よかったねじゃあ。なんで私と思ったんでしょうか皆さん。でも辛いって言ってたからですね。あ、そっか。結構私にしては頑張って演技をしていました。チョコは一番ないと思ったって。確かにあんまり辛そうじゃなかったもんね。はなちゃん大げさって書かれてる、すぐ大げさにするからわかりやすかったのかな。じゃあはい、じゃあね、以上、うん、お願いタイムでした。なんでロシアンルーレットにしたんだろう ねなんでなんで誰したの。前の3人だ。はい、じゃあ次に行きます、うん、まずはこの企画、お話タイム。最近の出来事をみんなでお話しする時間ですということで、はい、じゃあ話していきますか。最近の出来事ね、全国握手会が、ね、あってね、うん、握手会飛んでいきましたね、はい、大阪と飛んで帰ってきただけかな。確かにそうだね、行ったのはね、大阪はどうだった大阪のでも大阪弁の方が来て、うん、なんかすごい可愛いなって思った、ね、イコラブってさ、ね、大阪弁いないもんね、関西弁のそう、うん、メンバーいないから、うんうん、すごいなんか可愛いなって思った。新鮮だなって思った。でも結構さ話しちゃわない、めっちゃとかも言うし、ね、かる、なんか何々やんとかも言っちゃうし、エセ関西弁使いがちだよね。そう、わかる、うん、ね、福岡はなんか初めましての方が多かった。すごい、うん、確かに確かに女の子もすごい多かったし、うん、初めて来た、うん、ね、嬉しかったね、うん、あと私は、うん、コートを忘れて、あやそうじゃんね、コートをねホテルにね置いてきちゃったの、ね、で帰る直前に気づいて、ね、でなんかイヤホン探してたのよ、うん、であれイヤホンないなって思って、うん、でポケット突っ込んで、うん、服のね着てた、うん、でないなって思って、でもなんかポケットに入ってるはずな、あれあコート忘れたってなって、でそれで取りに行って、うん、でその次の日かその日のショールームで配信始めたんですよ、うんうん、でそしたらはなちゃんコート忘れたんですよ。はなちゃんコート忘れたんですよ。コート忘れたんですよ。コート忘れたんですよ。なんで知ってるんだ。すごいね、大量にコメントが来て、うん、なんで知ってるの。私何も言ってないのに、確かに秘密にしておこうって思ったのに、なんで知ってるのって思ってたら、うん、アンナが漏らしてた。本当だ、アンナのおかげってみんな言ってる。おかげ。だからなんか私が触れたらなんか負けたような気がするから、その日の配信では触れなかった。なんでそこで意地張る。意地張ってた。そう、私もさ、ね、そう、さなつんがあのカバンどっか置いてっちゃったって言って、うんうん、なんで皆さん知ってるんだろうって思ってコメントが来て、うん、なんで知ってんのって聞いたら、うん、あんちゃんが教えたって言ったって言ってて、リーダーさんがね、だからアンナのファンの方がすごいね、コートの話をすごい伺ってて、で私はちょっと秘密にしておこうって思ってた。恥ずかしいね、忘れ物は、うん、そういうあるあるですよ。そうなんです、うん、ご飯も美味しかったよね。美味しかった、ね、うん、
馬刺し好きだよね、みんな。馬刺し、馬刺しいつも食べる。ね、美味しかった。美味しかった。あとイカをさ、なんか、そうそう、うん、生、何、うん、お刺身の生きた。でね、そう、生きた、生きたイカがね、登場してね、そうそうそう、みんなで盛り上がって、ね、で下の、うん、何、あの、はい、足、生えてるところ、生えてるところをそのまま、アンナとサナツンが丸かじりしてって、ね、生きたままね、そう、そう、すごい騒いでた。そう、食べたらなんか中で吸盤が張り付いて、うん、ねえねえ、あーとか言ってました、ね、痛い痛いって言ってた、ね、私たちやったっけ、やってない、やってない何もしてない、やんないよね、確かにそういうところ積極的じゃないから、うん、ちょっと消極的だよね、うん、はい、皆さん何かありましたか最近、みんななんかあった、皆さんが、皆さん何か最近のお話ありましたか？ミリナ帽子忘れたの？あれれ、忘れてません何かあった？何が怪我が治った、おめでとう、おめでとう、やったねった、おめでとう、ぎっくり腰になった、キーマカレー作ったって、うん、嬉しい、ありがとうございます、いいね、学校行った、お疲れ様、お疲れ今日定期忘れただってね、辛い、それだね、うん、うんうんうん、水族館で川里と握手した、握手、いやー痛い川里痛いもんね、痛い、握手できるんだね、こうやって、見て、こうやって、かわいいじゃん、絶対フェレットは握手できる、え、してる、私毎日してる、ただいまって言って、無理やり手取って、こうやって嫌がらないの、多分嫌がってる無理やり多分嫌がってる、あ、そっか、テスト期間の人が多いんだね、うん、キアラちゃんとかもそうだね、今日からだよ ね、 ね、ハイトかな、わかんないけど、ハイトイパーツ、うん、頑張れ、みんな頑張ってください、うん、そんな感じ、そんな感じで、じゃあ、うん、お二人は何かあった、個人的に、個人的に、私は今日、うんうん、あのファミマのフラッペを飲みました、あおなじみの、書いてたよねツイッターに、そうツイート、なんか久々だったの飲んだのが、うん、なんか結構毎回新作飲んでるイメージだけど、うん、意外と久々で、うん、あのファミマの前で新作出たかなと思って調べたら、うん、2日前に出ててあこれは飲むしかないなと思って入る前に調べたの直前にね、入って出るのってなんか申し訳ないじゃん確かにねそうで、うん、出てて、うん、なんかショートケーキのフラペチーノだったんだけど、うん、あの中にクッキーと、うん、あのイチゴの果肉が入ってるのね、うん、すごい美味しかった、うん、美味しそう美味しかった、すごい目が開いた、本当にそれは美味しそうだね、うん、美味しかった、結構クッキー好きだから、よく飲んでるしね、確かに、なんかしょうこがいつもツイッターでそのファミマのフラッペの情報流してくれるから、うん、あ、今月はこの味なんだって情報仕入れてる、ね、わかる情報、だから食べたい時はなんかそれを見てこれいいなって思ったら飲むぜひ皆さんもぜひぜひ、あと最近、うん、キアラがお誕生日でしたね、うん、昨日か、おめでとうございます、キアラちゃん。みんなでお祝いしたよね、そしたね。福岡の善悪の後に、楽屋でね、登場して。そうなんです。でさ、すごい気になってたことがあって、うん、なんかキアラちゃんにさ、ケーキ渡されたじゃん。うん、その後さ、なんかキアラちゃんずっと携帯いじってたじゃん。うん、で、なんかケーキ誰も食べ始めないし、うん、なんかいつもだったらすぐ食べれちゃう。そうなのよ。でもなんか多分キアラちゃんが、そのケーキ置いて、ずっと携帯いじってたから、うん、多分みんな、あ、なんか遠慮してるのか、うんうんうん、確かになんか帰る時間が、うん、あとなんか20分ぐらいしかなかったから、うん、もしこれ誰も言わなかったらケーキ食べれない、ね、私もその心配ちょっとしてたのそうそうそう、確かにね、そう、うん、そしたらキャラちゃんの方からいてくれた、そうだ、うん、そう、みんなで食べようって言って、うんうん、言ってくれて食べました、そう、美味しくいただきました、ね、本当にね、美味しかった、おめでとうキアラちゃん14歳、おめでとうございます、あと私は、うん、ノースリーブスのライブにミリアも、うん、そうですよね、行かせていただきました、いただきました、もう最高、うん、最高最高の最高の、あの花ちゃんはもうね、うん、すごいね、もうすごい、もう行けるかどうか分からなくて、うん、で行けることに
なって、もう本当にもうそれがもう今まで生きててよかったなってすごい思って、もう今日もすごい余韻に浸ってプレイリストでもうノースリーブス10周年アニバーサリーワルドノースリーブスリストを作りましたって聞いてきました、ここに。ね、本当にもう素晴らしかったですね、本当に楽しかったです。花は結構さ、うん、だいぶ前からグッズにさ、うんうん、そうなの、並んでたんだよねなんかグッズ販売が14時半からって書いてあって、うんうん、ですぐ行かないと売り切れちゃうかもしれないと思って、うんうん、15時半ぐらいに着いて、うん、でグッズをこそこそ買いに行ってマスクしてでこそこそ買って、でその後、ま、始まるのが19時だったから、うん、ちょっとその辺で暇つぶししてましたすごい大事よかった。特に良かった曲とかってある？え、でも私的にはもう最初の純愛のクレッシェンドっていう曲がもうバチバチにもう嬉しすぎてもう叫びまくりましたもう本当にサイリウム結構勢いよく出たおたかつ、うん、すごいね、楽しかったです、ね、楽しかったです、ありがとうございました。楽しそうだった、でずっと行きたいって言ってたもんね、うん、ありがたいね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、うん、ねって、じゃあ、うん、次の企画に行きますか、はい、はい、じゃあ今日はこんな企画です、はい、新キャラタイム、イエーイ。ルールを説明します、うん、クラブのみんなは最近いい感じにキャラが固まってきています。本当？しかしそこで満足したくないので今日はコメントでメンバーの新キャラの案を募集します、うんうん、皆さんたくさん送ってください。待ってます。キレキャラやぶりっこキャラなどの攻めたものをコメントでお願いします、うん、ということなんですけど、じゃあね、皆さん送ってほしいです。なんかみんなにやってほしいキャラクターみたいな、意外性のあるやつがいいよ ね、ギャップがある感じの、なんだろうね、色を送ってくださいなんだろうね、ショコマッチョ、ショコマッチョって何？ショコマッチョって何？ショコマッチョって何？ショコのツンデレとかも可愛いよね、いいね、それちょっとやってみて。ツンデレってなんだ？え、ツンデレ？ツンツンして出れるんだよ、先にツンして後から出れる。あ、なんか何かやってたかな、 うん、結構 やってる。じゃあなんかセリフ、なんだろう、別にあんたのことなんか好きじゃないんだからね、本当は別にあなたのことなんか好きじゃないんだからね、でも私のこともちょっと気にかけてほしいな。あ、そう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 、そういうの、そういうの行こう、そういうの行こう本当はあんたのこと好きじゃないんだから ね、でも私のことも気にかけてほしいな、はい、いいよね、はい、それではしょこちゃんのツンデレキャラまで3、2、1、パイン。本当はあんたのことなんて好きじゃないんだからね、だけどちょっとは私のことも見てほしいな慣れてない感じが可愛い自分で押した、可愛いよ、慣れてない感がね、ういうれしいよ、良い良いですね、皆さんいいツンキャラ、いい反応しております、可愛い、本当に素晴らしい、メンヘラ感、こんな感じで、こんな感じで、じゃあ行きますか。誰がツンデレって慣れてるんだろうね。ねえ、みーにゃんでも慣れてるよね。得意とか言わないで今回あれ、新しいキャラだもんね。そうだね、うん、なんだろうね、ミリアの新しいキャラって。はなちゃんのお嬢様。お嬢様、お嬢、お嬢、確かにあんまりそう やんないよね。何々ですわよって感じじゃない？そういう感じ、うん、なんかない、何がいいかしらね。今日の夕飯はお嬢っぽい。お嬢のご飯ってなんだ？あ、じゃあ花ちゃんに考えてもらう。私が何、じゃあはいはい、そうね、今日の夕飯はブロッコリーのおひたしにしましょうか。じゃあはい、何？お肉とお野菜だったらどちらがお好きですか？やっぱりそこはオーガニックだからお野菜が好きよ。なるほど、結構美容には気を使われているんですか？はい、あなたもちゃんと気遣いなさいね。わかりました、ありがとうございます面白い面白いエレナさんって来てる。確かに確かに、エレナさんはちょっと
強いけど、うんうん、今ちょっと控えめにやった、うん、そうだね、控えめにやった、いいところのお嬢様感出てる、本当、うん、ありがとう、すごく良かったです、思ってる、思ってないです、思ってるよ、思ってる、楽しいやちゃん、ミニヤさん行きますか、別に、なんだろうね、なんだろうね、ミニヤさんは、ミニヤさんは、なんだろう、ミリミリミリ、女番長、天上げ、妹キャラ、あ、妹キャラは、あ、いいね、妹キャラ、いつもお姉さんだから、確かに、でも私ね、お姉ちゃんいるんだよね、そう、確かに妹じゃん、でも名前聞いて、名前聞いてか、あんまりそんな、お姉ちゃんって感じじゃないから、じゃあどういう妹がいい、どういうのがいい、かわいい妹、うん、じゃあキアルちゃんみたいな妹、あー、いいね、あー、わかった、どういうこと言おうかな、じゃあミリニャ、ミリニャに向かって喋るキアルちゃん、あー、理想の、理想のっていうか、やってほしい、理想のね、わかった、キアルちゃんにやってほしいこと、うん、いいよ、それではミリニャの可愛い妹まで3、2、1、パン、ねえねえ一緒にお風呂入ろうよ、え、エミリーお風呂入っていいの、キアラに言ってほしい、キアラに言ってほしいやつ、今誰だと思ってたなんかおじさん入ってきたからさ、びっくりしちゃってさ、ちょっと誰って思った、弟かなとか思っちゃったもん、ごめん、あのワード間違えたね、ごめんなさい、ちょっとやばいって言ってる、ちょっと静かにしてね、恥ずかしくなって、赤くなっちゃったまあじゃあちょっと次のやついきましょう、次のキャラ行こう、すいませんね、はい、全然入ってこないし、お風呂の話しか入ってこない、花おじさんじゃない、何のキャラがいいですか、ミーヤだったら入っていいって、ね、ほんとちょっとごめんなさい、なんかちょっとワード間違えた気がする、これ大丈夫ですか、この お昼じゃないけど、お昼じゃない、お昼じゃない、おっさんキャラ、おっさんキャラ、おっさん、あ、でも可愛いのがいいんじゃない、大食い、今関西、あ、関西弁いいじゃん、関西弁いいかもね、スパイダーマンで、あ、サッシーパイセン的な、サッシーパイセン知ってる、いや申し訳ないです、ビビリキャラ、イオリみたいなオタク、オタクキャラ、あ、ショタボ、なんかかわいい、かわいい、かわいい系、指原さん風、指原さん風って難しいね、京都弁、方言がいいのかな、方言でいこう、じゃ方言いいね、何弁ならいける、関西弁、関西弁いいかも、関西弁、東北の方の言葉、あと何、どこが可愛いだろう、福岡可愛いよね、そう、博多可愛いよね、福岡、うん、神奈川弁ないない、そんな変わんない、でも関西弁がいいの、私見たい、関西、うん、焼肉弁、美味しそう弁当じゃ誰にやってもらう、翔子、じゃあ翔子で、関西弁好き、なんて言うんだ、じゃあ60秒間じゃ投げ切っていただくということで、結構長めですね、関西弁ってなんか聞かないから難しい気がする、関西弁の何キャラがいい、関西弁の何、あー、そういうことね、ギャル、ギャル、おかんとかも、おかん、関西弁の、関西のおばちゃん、ヒョウ柄イメージ、関西のおばちゃん、関西のおばちゃん、おばちゃんキャラ、感じがいいかな、見たい、難しそう、それじゃあいきますか、はい、関西のおばちゃん、関西のおばちゃんキャラまで3、2、1、ほらお嬢ちゃん、あめちゃんあげようか、あめちゃんいる、欲しいです、あめちゃん、ありがとうございます、何味ですか、これ、あ、これはいちご、あ、いちご、これはリンゴ、おー、リンゴ、いただきます、いただきます、美味しい、美味しい、どっから出てきたんですか、これ、髪の毛の中から出てきた、すごいな、そのパンチパーマはどちらでかけたんですか、こちらはこれは、うん、美容院でかけた、そこの美容院でかけた、あ、そうなんですか、うん、素敵ですね、可愛いですね、お嬢ちゃんも素敵よ、おばちゃんもめちゃ素敵です、ほんまよ、ありがとう、今日の夕飯何すんの、肉じゃが、あ、肉じゃが、美味しそう、お袋の味ってやつですね、そうよ、食べに来る、え、いいですか、ぜひおいで、え、行きます、
難しい。待って、ね、途中、ね、最初の方さ、絶対さ、東北弁だって。なんか違う、あまり入ってる。なんとかダメさ、みたいな。なんとかダメ、だからやー、みたいな、うん。難しい。やっぱりなまってるってみんな。濁点入ってた。でもなんか、アメちゃんってイメージない？アメちゃんあげるっていうイメージ。でもうまかったよ。ほんと？だいぶやりきったと思う。馴染んでた。うん。強かった。ほんとに？よかった。面白すぎる。東北だった。北関東北関東のおばちゃん。関西弁じゃないって。そう。内容は良かった。良かった良かった。だいぶなりきってたから良かった良かった。よし、じゃあ次は。次何がいいかね。はなちゃん次はな、そうですね。何がいいですか。何がいいかな。何がいいかな。なんかないかな。なんかない。はなちゃん行こうか。はなちゃんに茨城弁なんだろう。ぶりっこ。ぶりっこやっちゃう。ぶりっこやろうか。意外とやらないよね。確かにぶりっこぶりっこじゃない。全然違うもんね。じゃあ60秒間何切ってもらいましょうかね。ぶりっこでぶりっこかける何か。ぶりっこと今みたいな感じ。方言とおばちゃんみたいな。なんだろうなんだろう。ぶりっこと、ぶりっことチャラいぶりっこ。チャラいぶりっこ難しくね。なんだろう、あざといぶりっこ。マッチョすごい押してくるのはない。マッチョって何。なんだろう。あ、子供でぶりっことかもいいかな。あ、うん、ちょっと水飲ませて。ちょっと喉を、ね、入れるために。そうですね。じゃあ60秒間なりきっていただきますよ。いきまーす。せーの、じゃん。ねえねえ、エミリーちゃん。なに？エミリーちゃんはどこから来たの？私は東京から来たんだよ。東京から来たの？うん。え、東京にはどんなものがあるの？なんかね、何があるっけ？東京タワー。東京タワーがあるの？え、東京タワーって私どんな色してるかわかんないんだけど、どんな色してるの？赤だよ。赤？え、私はピンクが好き。だから東京タワーもピンクにしようよ。じゃあ将来ね、頑張ってもらいましょう。え、エミリーちゃんとショーコちゃんがピンク色に染めてくれるんでしょ。頑張ってね。頑張ってね。私応援してるね。じゃあ他のデコレーションとかは何がいいかな。デコレーション、やっぱりクマちゃんとか、うさぎちゃんとか、うさぎちゃんとリボンいっぱいつけたいよね。リボンね、分かった、頑張ってみるね。いい？あ、本当？ありがとう。サンタさんは、はなちゃんいると思う？いつもクリスマスの夜に私の欲しいものをいつもくれるの。だからいると思うな。そうなんだ。可愛いでしょ。ねえ、なんで。ねえ、可愛かったよ。可愛かった。なんかカメラ1ミリも見れなかった。面白いね。なんかいる感じする。子供だったかわかんない。みんなキアラって言ったよね。キアラっぽかった。ピンクとか言ってたから。確かに。いやー、おいしい。周りのスタッフさんの顔はですね、真顔でございます。何も見ていない。真顔です。1ミリも何も見ていないから辛い。スクショしましたって。面白い。ずっとこうだったけど。面白すぎた。ちょっと大好き大好きだよ。アニメのキャラでいそう。キラキラリーン。やりきるね。素晴らしい。ナイスファイト。続いてはじゃあリリニアさんいきますか。私ちょっと今回は真面目にいくね。ちょっとね。じゃあいいよ。さっきちょっと事故だったから。すごいマッチョ押してくる人いる。ね、そんなにマッチョになりたいの？何？ミーニャのナンパ師みたい。ナンパ師。なるほどね。あ、そういう感じね。チャラホスト。そっち系がいたいのみんな。クール。あ、クールは。あ、いいね。あ、でもクールだと。それならなんかもうなんかななんかチャラい感じの方がやりやすいかな。チャラいので。チャラいなんだろう。チャラい
チャラい？イケメンのチャラい、チャラオ。何のチャラオがいいかね。何のチャラオ？何のチャラオ？待って難しい。ド M のチャラオって言っちゃう。めちゃめちゃ意味がわからないよ。なんだろう。5歳児のチャラオ。チャラオ。ねえ難しいよ。チャラいオタク。あいい。何チャラいオタク。握手会の。あ海の男。ラッパあでもラッパーは難しいか。なんだろう。バンドマン。あチャラいバンドマン。うん、先生チャラい先生チャラい先生チャラい先生あでもいたよ学校に本当いた、チャラい先生チャラい先生ちょっとないけど想像つく、ちょっと想像つかないけどやるねちょっと時間があれだしね、うん、じゃあそれじゃあミーニャのチャラい先生まで3、2、1バン。おいおーぼーもうあ先生何ですか今日可愛くね。え、そうですか、うん、本当ですか。前髪切ったっしょ。え、なんでわかるんですか。え、さすが先生ですね。まあ、いつも見てるからな。あ時々。え、何ですか。今日の巻き方良くない。本当ですか、うん、嬉しいです。え、それ自分でやったの。自巻きです。すごい可愛いじゃん、うんね、え、ありがとうございます。先生、彼女とかいないんですか、はい、どう思う。でも先生やっぱりモテるからいると思うんですよね。いると思う。それはね秘密かな。うわーまたそうやっているんでしょ本当は大場だよ先生日本史教えてください。おじゃあ放課後二人きりでやるか。はい先生やめてください。どうしたどうした。私も一緒にやってください。あじゃあ今日明日でやろうか。二人きりでな。ちょっと本当に早くもう、ね、やめなかった。ちょっと難しい。いいと思う、ね、いいと思うよ。最高。私今日事故りまくりだ。最高のチャラい教師だった。ありがとうございます。うまいって。うまいですか。すごって。頑張りました。いけてる。もう初めてなんか聞いた。なんていうの生で会った初めましての初めましての感じだった。初めましての知らない一面だった。よかった、まあ限定でね、ここ限定でやらせていただいた、はい、レアじゃないかな。もう次の握手会からもうね、みんなに大谷先生やってくださいやばいちょっと練習しとくじゃん。それはじゃあ最後は3人で同じキャラをやりましょうということで、うん、何がいいかね。何がよかった。皆さん何が良かったですか。何が良かった。新しいの、うん、何でもいいらしいですよ、うん、何でも新しいキャラクターを、うん、パパ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 パ何だろう。ヤンキースケバンおばあちゃん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 子供、うん、熱いキャラクターママ選べんな。誰がいい。何がいいかね。うん、水平さんのキャラクターってなんだろう。戦隊もののヒーローキャラ。うん、何にしよう。3人でレッド、あじゃあブルー、それにするイエロー。じゃ戦隊ものにしようか。何色がいい。じゃあ黄色でじゃあピンク。オレンジじゃない。じゃあ私パープルでいくね。すっごいなんか偏りすぎる、ね、確かにまあしかもみんな女じゃないもしかしてそうだよねまあいいんじゃないの。じゃあやりますか。よーい、うん、あ、プリキャどうすればいいの。あそこに敵がいるぞ本当だわ。あのところに敵がいるわ。ぶっ潰してやろうぜ。じゃあ変身変身ベルト。キラキラ輝く太陽のようにイエローちゃん。あなたの心をわしづかみパープル。シャララララララ。ピンクのハートはあなたと共にピンク
はい、ダメダメこれ、はい、終わりです、はい、終了終了です。今日はちょっと終了ですね、まあ、まあまあまあ楽しかったですね。ちょっとダメですね、ダメですね、これはこれはダメでした。はい、じゃあ次のコーナーへとのことなので行きましょう。はい、じゃあ終了です。以上、新キャラタイムのコーナーでした。新キャラ結局さ、決定してないよね確かに。はい、さあ、はい、次はこちらの企画です。題して、はい、イコカルタ。イエーイ。毎回ある頭文字から始まる愛されるセリフを1ワードずつ考えていって、最終的に愛され50音を完成させてカルタを作ろうという企画、それがイコカルタです。はい、今日は木から始まるイコカルタを考えましょうということです。オッケー。はい、じゃあフリップに書き込んでいきましょう。前回のさ、気になるんだけどさ、家族みたいなね、イコールラブとさ、その前のさ、王野口すごい気になるんだけど、何を基準で選んだんだろうね。愛される言葉でしょ。愛される言葉をこのカルタは書かないといけないでしょ、ね、だからとっておきの愛される言葉を書けばいいんでしょ。なるほど、早いねみんなスルスル書くね、スルスル書いてる、やばい、どうしようかな。よし、はいはいはい、皆さんどうでしょうか。書いてますね。できました。はい、じゃあ、はい、お大さんから、じゃあ私からいきますね。じゃん、はい、キアラ14歳おめでとう。おめでとう。おめでたいね。おめでたい。おめでたい。ちょっとなんかね、そういう流行り的なワードを入れてみました。流行りなの？あのね、時間がそう、そういう感じ。あ、そういうことね。誕生日なのだからっていう。そうそうそう、そういうこと、そういうことです。はい。ちょうど。はい。じゃあ私行きますね。はい、お願いします。行きます。せーの。じゃじゃん。今日も元気に。イコタイム。おー、いいね。うまいね。良いですね。やったー。なんか違う気がするいいですか。大丈夫だよ、はなちゃん。せーの、キスしてもいい？しらけるじゃん、しらけるじゃん、うん、いいね、いいね、いいね、いいと思う。こういうのも欲しい、ね、うん、愛される言葉って言ってるからさ、確かに確かに、萌えゼリフ的な、多分皆さんはすごいね、いいと思う、うん、皆さんの反応はすごいいいと思う本当に本当に。じゃあ投票してもらうのかな、これは。それじゃあ投票スタート、はい、皆さんお願いします。 Yes Yes Yes。 何がいいかね。今日も元気にニコタイム。キアラ14歳おめでとう。キスしてもいい？いいよいいの？いいよいいよ避けてるいいよって言ったのに、ごめんなさいどうかな、全部投げたって。1,2,3,2 ちゃん決まらん。キュンキュン、ズッ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 、イコールラブ。1はないって。あら、なんでないの？ないらしいですよ。なんでそういうこと言うの？発表順じゃないのか。確かに確かに。5秒前、4,3,2,1パンパンパン。どうだろう、どうですかね、うん、あ、ありゃ3番だ。3番、結果は3番でした。でも30番だね。やったん。じゃあ、いいね、じゃあ、そうですね、もう一回やっていただきましょう、はい、せーの、今日も元気にイコタイム。イエーイ。はい、ということで、キは今日も元気にイコタイムに決定しました。はい、はい、ということで以上イコカルタのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、次がですね、イコタイム第8回、あっという間にエンディングタイムです。早いね。皆さんどうでした？
今日もゆるーくいきました。いやだいぶ ね恥ずかしい思いしたり、あの皆さんから今日は事故だなとかいうコメントもいただいたりしてしまって、事故恥ずい。でもまあさ、事故ラブになっちゃう。受け止めてほしいよね、そういうところも。可愛くやろ。こんな私も受け止めてほしいなって3人で。分かった。じゃあ行くよ。せーの、こんな私たちも受け止めてほしいな。やばい、これもさ事故なんじゃない？バラ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 よ。しょこちゃんもどうだった？楽しかった？でもね、なんかすごい熱くなるぐらいだから楽しかったんだと思う、うん、楽しかったね、うん、なかなかこの3人もないしね、うんうん、確かにくじ引きだからね、本当にね、そうそうそう、珍しい3人とかあんまりない3人になるからね、うん、確かにね。皆さんもどうでしたか？どうだった？どうだったんだろう、どうだったかね。もう終わりだよ。私このイコタイムさ、カメラ見るの恥ずかしくてさ、いつもカメラ見れないんだよ。なんか見つめられないの恥ずかしいよね。画面見ていつもうつむいてる。ダメだよ、元気にいくね。今日も元気にイコタイム。はい。楽しかったって。よかった、うん、ありがとうございます。もう終わりだよ。でもさ、うん、8000人いってるんだね。本当だ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。い、告知の方にそれじゃあ行きますか。はい、わかりました、行きましょう。それじゃあ私からお願いします。はい、12月9日全国握手会が幕張メッセにて行われます。モンチューモンチューフォーシングル、モンチューモンチューのラスト全国握手会となっております、うんうん、一番大きな幕張メッセで私たちのライブとミニ握手会が開催されるので、ぜひ遊びに来てください。待ってます。待ってま す, 待ってます。お願いします。じゃあ次は私ですね。はい、はい、イコールラブの姉妹グループオーディションが開催中です。はい、と応募は2018年12月16日の23時59分までです、うん、一緒に皆さん頑張ってくれる子をお待ちしております。お待ちしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてはい、12月23日日曜日クリスマスイベント昼夜2公演と1月1日火曜日元旦イベント、うん、かっこプレゼント付きが、銀河劇場にて行われますので、はいはい、今ファンクラブ先行予約受付中なので、うん、よかったら皆さん応募して一緒に過ごしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、じゃあ最後にこのランキングの5位までを確認しましょうか。はい、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 どういけますか。5位からカープさんかな。カープさん、カープさん、ありがとうございます。4位は、4位がヤマさん、ヤマさん、ありがとうございます。3位がヤマさん、ヤマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位が、2位がなんて言うんだろう、ヤマさんじゃない。え、マウス、これマイクです。これはマイクです。あ、タケッチさん、タケッチさん、タケッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位は、1位が誰かな。ひろしさん、ひろしさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、はい、ありがとうございます。というわけでイコタイム第8回終わりです、うん、はい、そして大切なお知らせです、はい、来週の放送は12月4日金曜、違う、火曜日の火曜日の19時からです。はい、イコラブの配信を見逃さないためにも右画面右上のハートマークを押してお気に入り登録お願いします。お願いします。お願いします。はい、来週の出演メンバー3人を決めるくじ引きをやります。はい、はい、まだ出演してないメンバーがねいますので ね, ね、じゃあ早速、はい、私引いていきますね。じゃんじゃん。はい、斉藤キアラです。キアちゃん、14歳になったばかりのキアラです。キアラちゃんと、あとは誰も、ね、空っぽなんです。新しい全員分を、全員分を入れますね。もしかしたら2週連続かもしれない。私たち、あ、そうかもしれない、ね、じゃあ聞いてみますか。2人分ドゥルドゥルドゥン、じゃんじゃん、山本アンナ。これでもしなったんだったらさ、また前回と一緒になる。はい、引きます。じゃんじゃん、あ、大葉花ちゃん連続ですね。連続花ちゃん。はい、ということで、はい、来週は花ちゃん、はい、キアラ、アンナの3人です。はい、はい、皆さんぜひ見てくださいね。見ててください。あ、そうじゃん、キアラちゃんとアンナちゃんが
誕生日だ。ね、そうですね。11月だからね、誕生日が。そうじゃん。うん、じゃあ私が盛り上げる、盛り上げる。ああ前回のんのと勝負やった時盛り上げ担当だったから、ね、今回盛り上げ担当しました。そっかそっか、おめでたいですね。おめでたい。よかったね、2人で、その2人で。そうね。うん、確かに。よかった。では最後にお願いタイムです。うん、ああ、そうだ。次回配信メンバー3人がこれをやったら愛されるということを私たちが考えてやってもらうようにお願いをします、はい、次回メンバーへのお願い何にしますか。いい案あったらコメントしてください。何でもいいよ。何だろう、皆さんお願いします。何がいい、こんな3人だろ。何がいい、 何がいいかね。何がいいかな。お願いしてほしいこと。でもはなちゃんがやるんだよね。そうだよ、そうだよ。そっか、何がいいかな。顔面ケーキ絶対できないよ。その後が困る。戦隊ヒーローごっこ。あ、じゃあ、うん、ケーキのクリームを鼻につけて、うん、今日の意気込み。萌えゼリフ来るかと思ったら、萌えゼリフ結構やりすぎだから、ね、そうだよね、結構ね、今日の意気込み、うん、何がいいと思う。何が楽しいかしら。ケーキつけて、鼻につけて、うん、いいんじゃない、今日の意気込み、うん、最初にやるかな。いいかも、ね、うん、じゃあそうします、はい、来週は私たちからのお願いは、はい、ケーキのクリームを鼻につけて今日の意気込みをお願いします。はい、私もはなちゃんも、はい、はなちゃんもやります。私もやるの。はい、もちろんです。11月生まれじゃないけど、もちろんやります。やるの。はい、そうだな。やります。はい、今後期待です。それでは、はい、今週のイコタイム終わりです。以上、はい、イコールラブのミリニャこと大谷エミリと、はなちゃんこと大葉花と、しょここと滝脇しょうこでした。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。来週も見てください。見てねー。ペロリえ